はい、どうもゆうくんです。新年明けましておめでとうございます。今年も当チャンネルをよろしくお願いいたします。ということで今回も、話題の車、そして4月の魅力をカタログで紹介していきたいと思います。ということで、新年一発目紹介する車はこちら、最新版スズキソリオでございます。でこのソリオも昨年末にマイナーチェンジが行われまして、フルハイブリッドモデルが追加されたということで、さらに魅力が増しているコンパクトワゴンということになっております。見ていきたいと思います。まずソリオの概要が紹介されております。こちらは従来型のマイルドハイブリッドのモデルとなりまして、今回からフルハイブリッドのモデルが追加されたということになっております。システム自体は初動を紹介するんですけど、従来型のコイシルコマーターと5速オートギアシフトが組み合わされたシステムということになっているようです。ボディカラーもストロングハイブリッドモデルですと、ツートーンカラーとブラックのアクセントが特徴的な、さらに外観に力強さが増した雰囲気ということになっております。そして使用シーンが紹介されております。でこちらはストロングハイブリッドのモデルということになります。ボディサイズや扱いやすさは今まで通りということになっております。そしてリアビューがこのような感じになっております。やはりツートーンカラーと新色のボディカラー、そしてブラックカラーのアクセントが効いて、マイルドハイブリッドモデルより引き締まった感じのスタイリングになっているなと思います。そして車内空間このような感じになっております。このように運転席助手席間、そしてフロントシート、リアシート間でウォークスルーができるという構造が採用されております。さらに車内も広々という感じで、ロングドライブも快適にこなせる空間になっているなと思います。そしてインパネ周りこのような感じになっております。センターメーターが採用されて、ヘッドアップディスプレイも上級仕様には採用されるということで、スペースを無駄なく使っているレイアウトになっているなと思います。そして走行性能についてが紹介されております。ストロングハイブリッド、マイルドハイブリッドをはじめ、天然ビー技術などもしっかり採用されて快適に走行ができるということになります。そしてベースとなっているエンジンが 1.2 リッターの直四の K12C 型のエンジンということになっております。そしてアイドリングストップやアイドリングストップ中の夏場のエアコンの冷たい風をキープしてくれるエコクールが採用されて、快適さも犠牲にしていないという感じになっております。さらに軽量衝撃吸収ボディテクトやハーテクトのプラットフォームが採用されているということで、車体の性能もいいという感じになっております。そして走行性能についてが紹介されております。ストロングハイブリッドのモデルは駆動用の高出力モーターとオートギアシフトが組み合わされたシステムということになります。そして高電圧の専用のバッテリーも採用されているということになります。これによってマイルドハイブリッドモデルよりモーターで走行する時間を長くとって、より低燃費に走行することができるシステムという感じになっております。そしてマイルドハイブリッドも引き続きラインナップされておりまして、こちらはモーター機能付きの発電機が組み合わされておりまして、必要に応じて少しモーターアシストも加えてくれるという感じになっております。そして CVT が採用されておりまして、四駆もラインナップされるということになっております。そして車内の広さなどが紹介されております。先代のソリオに比べて健康型ですと車内も広くなっているということになります。それによって後部座席の空間のゆとりも増えているということで、ロングドライブもさらに快適に楽すことができますし、積載性能も先代に比べてアップしているという感じになっております。そしてラゲージスペースが紹介されております。先代に比べて車体の長さが少し長くなったということで、大きめの荷物も5名乗車時で余裕で詰めるスペースが確保されております。さらに荷室側からでも後部座席の格納ができる機構が採用されております。そして2列目シートの足元空間もゆとりあるスペースが確保されるということになっております。そして後部座席を格納した状態でかなり広大なスペースが確保されるということになりますし、マイルドハイブリッドモデルになりますとサブトランクも採用されるということで、より多くの荷物を積み込むことができるようになっております。そしてシートアレンジ多彩に行えるようになっております。そして快適性についてが紹介されております。スリムサーキュレーターが上級グレードには採用されるということで、エアコンの風を効率よく車内に循環させることができる機構が採用されております。そして中央グレードにはロールサンシェードも採用されるということで、直射日光を防ぐこともできますし、プライバシーの確保にも影響してくれるという感じになっております。そして上級グレードになりますと、フロントガラス周りプレミアム UVIR カットガラスが採用されるということで、紫外線はもちろんのこと車内の温度上昇も抑えてくれるということになっております。そして運転席助手席シートヒーターやリアヒーターアダプトなども採用されるということで、冬場も快適という感じになっております。そして次のページでも使いやすさが紹介されております。
パワースライドドアの予約ロック機能が採用されていますので、キーを携帯したままあらかじめスライドドアの操作とロック操作を同時に行うことで、キーを携帯したまま車を離れても自動でロックまで行ってくれるようになっております。そして後席両側スライドドア機構が採用されるということで、狭い場所での乗り降りもしやすいようになっております。そしてパワースライドドアの一時停止機能なども採用されるということで、安全性もしっかり考えられているということになります。そして低いステップや二乗工具グリップが採用されるということで、誰でも乗り降りがしやすい設計が採用されております。そしてフロントシートセンターフォークスルー機構が採用されているということで、車内の移動も楽に行えるという感じになっております。そして運転のしやすさなどが紹介されております。5ナンバーサイズということで、取り回しもしやすいボディサイズが採用されております。そして最小回転半径 4.8m ということで、小回りもある程度効くという感じになっております。そしてキーレスプッシュスタートシステムがもちろん採用されております。そして運転視界も良好ということで、誰でも安心して運転することができるようになっております。そしてストロングハイブリッドですと、パドルシフトでもって回生エネルギーをコントロールすることができるようになっております。そしてセンターメーターが全車採用されておりまして、マルチインフォメーションディスプレイも組み合わされるということで、車両の状況などを細かく把握することができるようになっております。そして使いやすさについてがこのページでも紹介されておりまして、収納もかなり充実しているということで、使い勝手もしっかり考慮されたデザインということになっております。それに USB の電源ソケットやアクセサリーソケットも充実しているということで、充電にもある程度困らないという感じになっております。そしてスマホ連携にも対応した大画面ナビが用意されております。こちらは全方位モニターにも対応しているということで、駐車も楽に行えるという感じになっております。そして Apple CarPlay Android Auto にも対応しているということになっております。そして安全サポート機能が紹介されております。視界もいいということになりますし、自然な姿勢で運転に集中することができるようになっております。さらに運転に集中しながらナビや空調の操作が自然にできる機構が採用されております。そして鈴木セーフティーサポートについてが紹介されております。マイルドハイブリッドは全車即時自由機能付きのアダプティブクルーズコントロールが採用されております。で、ストロングハイブリッドにもアダプティブクルーズコントロールが採用されるわけなんですけど、こちらは全車即時自由機能はつかないということらしいです。まあでもこの機構によって高速道路を使用したロングドライブも快適にこなせるという感じになっております。そしてソリオは全車サッカーエスワイドの認証を受けているということになります。そして車線逸脱警報やふらつき警報も採用されておりますし、先行車発進押し出す機能も採用されております。それに夜間のハイビームアシストも採用されておりますし、カラーのヘッドアップディスプレイも採用されるということで、車両の状況も細かく把握することができるようになっております。そして全方位モニター用カメラも用意されるということで、駐車も楽に行えますし、視覚の補助にも寄与してくれるという感じになっております。それに道路標識も認識してドライバーに注意を促してくれるようになっております。そして夜間の歩行者検知にも対応しているデュアルカメラブレーキサポートが採用されておりますし、前後方向の誤発進抑制機能、そして後退時のブレーキサポートも採用されております。それに急ブレーキの際高速に注意を促してくれるエマージェンシーストップシグナルも採用されておりますし、坂道発進補助のヒルホールドコントロール、そして姿勢補助の ESP も採用されております。それにエアバッグも車内全体を包み込むようにレイアウトされておりますし、最新の車両通信ともしっかり固定することができるアンカーも採用されるということになります。それに高性能なシートベルトも採用されるということになります。そして衝突の際の頭や首への衝撃を和らげてくれるインテリアやフロントシートの構造が採用されておりますし、ボディフロント部歩行者障害軽減ボディ構造ということになっております。それにオートライトシステムも採用されておりますし、消し忘れ防止のためのライト自動消灯システムも採用されております。それに防犯のためのイメビライザーやセキュリティアラームのシステムもしっかり採用されております。そしてグレードが最上級ですと、ストロングハイブリッドのハイブリッド SZ となります。こちらは肉のオートキーシストのモデルということになります。そしてマイルドハイブリッドの最上級仕様のハイブリッド MZ がこのような感じになっております。こちらは肉四駆の CVD でラインナップされております。そしてマイルドハイブリッドのベースモデルハイブリッド MX がこのような感じになっております。そしてハイブリッド機構なしの G グレードがベースモデルということになっております。こちらも全車肉四駆の CVD でラインナップされております。そしてボディカラーがハイブリッド SZ ですとツートーン、モノトーンで専用色も含めてラインナップされております。
そしてマイルドハイブリッドと G グレードになりますとモノトーン8色のラインナップということになっております。そしてグレード別の装備の比較などがこのような感じになっております。そして主要装備チャンピオンはこのような感じになっております。そして主要商品表や車体の寸法数なども紹介されております。このような感じになっております。そして裏表紙には環境情報なども紹介されております。はい、ということで今回は最新版追記ソリオについて紹介しました。カタログの内容と話の内容を異なる表現とあったと思いますが、その点はご了承ください。またところどころお聞き苦しいところもあったと思いますが、その点もご了承ください。でこのチャンネルなんですけど、基本不定期で動画の方を投稿していきますので、チャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いします。あとツイッターの方で動画の方とかその他いろんなことをつぶやいておりますので、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。ツイッターのアカウントは説明欄の方に書いておきます。はい、ということでゆうくんでした。ご視聴ありがとうございました。